いくら筋トレをしても、なかなかプレイに繋がらないと。そんな風に悩んでるあなた。実はですね、ある、この一つのことがうまくできてないと、それだけで筋トレの効果が全くプレイに繋がらなくなってしまうんです。今回ですね、その秘訣を補うためのトレーニングをお伝えしていきたいと思います。では早速ですね、やっていってみましょう。こんにちは。動作改善アカデミーの砂川です。秘訣の方をお伝えしたいと思うんですけども、それはこの足の問題です。この足が地面を踏めているか、これに尽きるわけですね。要は足が地面を捉えて体重が地面に向かってしっかり乗ってる状態が作れていないと、自分のパワーが全部滑って逃げてしまうよってことなんですよ。そうするといくら足元筋力つけたとしても、足の速さにもつながらない、動きのキレにもつながらない、氷の上を走ってるような状態になっちゃうんですね。なので大事なのはこの地面を踏んであげるっていうことなんです。踏むっていう行為、要は力強くグッと下に向けて踏んでいてはあまり意味がないわけですね。そのために必要なことを今回トレーニングの中でお伝えしていきたいと思います。トレーニングはですね、日本古来から力士の方がやっていた四股の動きを参考にですね、動かしていきたいと思います。これがですね、地面を踏むという動きを作る上で重要な動きになってきますので、一緒にやってみてください。まずは足を肩幅よりちょっとやや広めに開いてください。狭すぎるとちょっとやりにくいので、このぐらいですかね、僕の場合は。この足の向き、ちょっとやや外を向けた方がいいですね。いわゆる股関節の外旋という動きになるんですけども、この動きは非常に重要になってきます。足の向いた向きに合わせて、この膝、腰、股関節、この位置が同じ向きに、骨の向きが揃うような曲げ方をしていきましょう。これは要は内側に入る選手が非常に多いんですね。特に子供さんだったら、オスグッドだったりとか、大人の選手でもやっぱりこう、膝周りのトラブル、股関節、腰のトラブル、多い方なんかはこの関節の向きが揃わない選手が非常に多いです。これプロの方でも結構いるんで気をつけた方がいいと思いますね。ずれてる状態が地面をうまく踏めない状態で、無理に筋力で押し切ることで怪我を増やしてしまう原因にもなります。パフォーマンスももちろん落ちてますね。なのでこの関節の向きをまず揃えてやる。この向きですね、足がこう向いてるとしたら、ちゃんと膝の向き、この股関節の向きがしっかり揃った状態で曲げてあげるよっていうのがすごい大事になってきます。これが最後同じように向けるといいです。この開いた状態を作ってあげて、これでそのままですね、この立ったところから下に向かってしゃがむわけです。これが要はまあ四股の準備段階になるんですけど、この動きだけでも非常にいいトレーニングになるわけです。慣れてない方にとってはこの形を作るだけでもすごいいいトレーニングですね。先ほどの揃えるところでつながるわけなんですけど、しゃがむときにですね、股関節がうまく使えてないよっていう選手はですね、足の向きが斜めに崩れてしまう方が非常に多いです。これはこのトレーニングやる上ではあまりよろしくないので、この面がですね、地面に対して垂直に向けられるような位置をしっかり目指してあげてください。これがずれればずれるほどですね、地面踏めてないです。今回地面を踏むためのトレーニングなんで、しっかりこの面を垂直に作ってあげて、この向きも揃えてあげて、これを非常に大事に意識して動かしてあげるといいと思います。そのまま向きを揃えてあげたら、今度はですね、上の方、これがあんまりギュッと反ってしまうのも良くないです。すごい腰の力みを生んでる動き、普段からおそらく力んでる人に多い動きになっちゃうんですけど、それが出ないような形でなるべくスッとまっすぐイメージして下ろしてあげられると、よりいい動き、実際のプレーの方にも股関節の動きがつながる動きになるので、上体体幹の部分が動かないような股関節の下げ方、これを意識してあげてください。合わせてやってみましょう。開いた状態、足の向きを揃えてあげる。この向きが垂直、特にこの膝から下がまっすぐ地面に向かって曲がってる状態ですね。これがこう変な方向にこう曲がってしまったりしないようにしてください。その状態で上体を持ち上げたまま、しゃがんで伸ばす、しゃがんで伸ばす、この動きです。まあもちろんスクワットに近い動きになるので、非常に筋トレ的な動きにもなってきますが、先ほどのこの向きを揃えてあげることがすごい大事なんで、これがうまく取れていれば柔軟性の獲得にもつながりますね。要はストレッチ以上の効果が生まれるわけです。この時の動き、前ももが張る人が非常に多いです。特に膝のトラブル多い人なんか前ももが張っちゃうんです。もも張らないです。特にこの付け根の股関節がしっかり動かせていれば、そんなにこうももがきついということはないはずですから、そういうのが出てしまったなという選手はですね、この股関節をより意識して曲げ下げしてあげて、体の重みが全部足の裏側に乗るように曲げ伸ばししてあげてください。それができれば地面を踏めた状態、このトレーニングだけでも非常にうまく作れると思います。地面が踏めるようになってくれば、自分が持っている筋力をそのまま地面に伝えられるんで、それがそのまま推進力、動きのキレにもつながってきます。速さ、キレが生まれるわけですね。今持ってる筋力があるのになかなかパフォーマンスにつながらないなっていう方は、今回のトレーニングやっていただいてですね、そのまま自分の持ってる力をプレーにつなげるための地面を踏むという動きを獲得してみてください。これは筋力ではなく体をうまく使うっていう体の使い方のトレーニングになっています。
ぜひですね、コツコツ。できれば感覚的な動き、筋力をそんなに追い込むものではないので、あんまり回数重ねなければ毎日やっても問題ないと思います。ただ最初は慣れないうちはちょっと頑張っちゃうと、この内側ラインなんかは筋肉痛になるかもしれないです。お尻のあたりとかですね。無理はしないで結構ですから、なるべく曲げ方を最初習得することを意識してやってみてもらえるといいかなと思います。いかがですか？今回のトレーニングは慣れてない人にとってはですね、たった10回ぐらいやるだけでも、普通のスクワット100回やる以上の体への負担があるかもしれないです。無理はしないでくださいね。それだけの効果はですね、かなり見込んでもらってもいいかなと思います。よかったら続けてやってみてください。ただ、いろいろ確認したい部分ある方はですね、概要欄に一回載っけてますから、そちらからよかったら登録していただいて、どしどしご質問いただければと思います。こちらの動作回転チャンネルでは、こういった動画またバシバシ上げていきます。よかったらですね、チャンネル登録の方と、高評価の方もしていただけると励みになります。よろしくお願いいたします。今回はこちらでありがとうございました。